持つこの獣王基地、島風も駿河殿を追って帰ってきました。午前試合の疲れもあり、泥のように眠りましたよ。実際は夜、他陣営の方々と枕をぶつけ合う演習、あ、いえ、事件があったのですが、それはまたいつか機会があれば語るといたしましょう。本日は晴天なり晴天なり、全国中継準備 OK。 観戦のみんな待たせたにゃ。獣王の近海にようこそにゃ。お魚さんたちの退避も終わり、ここはみんなだけのステージになってるにゃ。合同大演習初日は主に獣王陣の活躍をお見せするにゃ。チュートリアルを兼ねてるから、これからの説明はよく注意して聞いてほしいにゃ。ただの演習だと何をしていいやら盛り上がりにくいにゃ。そこでみんなが頑張るための目標を用意したにゃ。それがこのとっても不思議なキューブにゃ。あ、あれはあの時の。そういうことか。私たちがばらまいたものを回収するためにこの演習を。 まずい、これはサボりすぎるわけにはいかない。海中の浅いところにいっぱい浮いているから、見つけ次第どんどん拾い集めてほしいんや。このキューブをソナーで探知してほしかったけど、ボタンの連打も面倒だろうから、怪しいところにはあらかじめ海図にマークを書いておいたにゃ。マークを探せばクリアできるって覚えてほしいにゃ。で、耳寄りな情報もあるにゃ。この合同大演習、誰といつ組もうがお構いなしにゃ。ソロだろうがチームプレイだろうが、一日の演習の終了時までにかっこよく一番たくさんキューブを集めているのが目標。 MVP の認定もするし、バンバンカメラで撮ってあげるにゃ。撮るのは勘弁して。ただし熱くなりすぎるのは禁止。模擬弾でのダメージはしっかり集計してるにゃ。参加者ごと疲れが見えたら明石権限で強制的に休ませるにゃ。それから、おっと、ここだけは説明を交代するにゃ。ぬいぬい、喋ってくれるかにゃ。やれやれでございますね。その呼び方では初対面の方が誰のことやら戸惑いますでしょうに。ご紹介をいただきました。わらわは知らぬいと申す者。本来は表立って喋る立場にはございませんが、今だけ皆様のお時間を頂戴します。あ、購買部の方だ。演習中、わらわがいつでも装備や偽装の補給を行わせていただきます。ただし、いずれも各企業様からの買い付け品であるため、すべて優勝でのご提供となります。お金取るんですか？でも偽装が強ければその分相手を御しやすくなるわね。払った費用に見合うだけの偽装を手にできれば。まあ、お金がない人は明石に相談してくれれば工面してあげなくもないにゃ。海域にはキューブ以外にも水底にいろんなものが眠っているから、それと引き換えにゃ。うんと珍しいものを持ってきてくれたら、特製アイテムをこしらえてあげなくもないにゃ。東方では不用品の買い取りも行っております。荷物を減らしたくなったその際は、ぜひわらわをご用命ください。ペコリ、明石とぬいぬいに用事があったらメニューから呼び出してほしいにゃ。ぬいぬい、一緒に説明ありがってもういないにゃ。
本当にお化けみたいな女子だにゃ。では気を取り直して合同大演習もといキューブ大争奪戦開始にゃ。よっしゃここでキューブが手に入りそうですよ、駿河殿。ねえ、どうして島風がいるの？今さら？そんな理由も何も、なんだかんだでここ最近二人で一緒にやってきたじゃないですか。私は一人の方がやりやすいけど、どっか行ってくれない？じゃあ島風は邪魔にならないよう向こうに行ってますから。変ね、見つからないんだけど。キューブ、私明石に騙されてる？一個も手に入らない。駿河殿、島風そろそろ戻ってきていいですか？もう早いぞ、手ぶらで合流されても困るんだけど。え、キューブならあっちで見つけましたけど。一個はい、それ二人で一個ね。この後もよろしく。いや、最近ようやく分かってきましたよ。駿河殿って大人げなくてせこいとこありますよね。まあ嫌いにはなりませんけど。島風は早いぞ。どんどん行きますよ。ここには5個もキューブがあります。よしよし、これでしばらく休めるな。だといいんですけど。島風は早いぞ。キューブがあります。別に無理して拾わなくていいぞ。そうですか？ MVP は目指さなくてよろしいので？当たり前よ、そんなに目立ってどうしたいの？まあ報奨にはちょっと興味ありますけど。逆に駿河殿はどうしてそんなに目立ちたくないんですか？やっぱりこの質問は駿河殿にとって嫌い、いや嫌いなのかな。獣王のみんな、キューブ集めは順調かにゃ？ここでみんなのキューブ数を報告するにゃ。お、明石殿のアナウンスですね。現在トップを独走中なのはアタゴ。取得キューブ数はすでに貫禄の100個超え。100？ そんなバカな、いくらなんでも多すぎる。まさか人によって渡してる海図が違うなんてことは。人によってものすごいキューブ数に差がついてるようにゃ。これについては解説の加賀先生に聞いてみるとするにゃ。ああどうも、加賀だ。またあなたか。一人でいくつ仕事やってんだ。まず重要なのはキューブを何もせっせと地道に拾い集める必要などないということだ。明石、カメラを島風と駿河の方へ回してくれ。ちょうど模範例が見られそうだぞ。気をつけろ島風、誰が来る。あんたたち、しけた顔してるのだぞ。雪風さんでしたか。冷やかしに来たんですか？勘弁してくださいよ、こっちはちょっと休憩してるだけで。
おっと、こんなところにキューブ発見したのだぞ。偶然なのだな。ああ、それ島風が見つけていつでも取れるようにと避けておいたやつなのに。というかここにキューブがあると分かってて来ましたね。当たり前だろう。使ってる海図はみんな同じなんだから当然なのだ。雪風、興奮にも簡単にキューブをゲットにゃ。さて、これでキューブ取得数ダントツ最下位は、2人してたった6個しか集めてない島風&駿河ペア。さてどうするのかな。それともあのペアではあれが限界なのだろうか。ぐー、煽ってきますね、加賀さん。待って、キューブ返してください。おい島風、危ない、深追いするな。はっはっは、島風、お前なんか雪風様が直々に相手してやるまでもないのだよ。明石、頼んだのだ。はいにゃ、妖精ジュリ、雪風艦隊バツ秒。量産型戦艦が出てきました。ち、援護する。どうするんですか。早く終わりますように。早く戻りたいですわね。いざ尋常に勝負ですね。両チームとも健闘を祈るにゃ。どうかしら、これくらえ。どうかしら、治療を。バーカ、これこれで当たったの。くらえ。どうかしら、守備をおろそかにしないで。私を止められない。これくらえ。バーカ、くらえ。まあいいですよね、これで。ところでレベルって何？もう一体どうなってるんですか。どうしてこの流れで明石さんらが量産型艦隊を配備するんですか。説明不足だったにゃ。量産型艦隊は普段の演習でも使用することがあったけど、今回は明石たちに声をかけてもらうルールにゃ。各員の要請次第で限度はあるが量産型を貸し出そう。まあこっちに委ねてくれても構わんぞ。盛り上がりそうなタイミングで出してやる。すごい、エンターテイナー。いや、それならさっき島風の量産型艦隊も一緒に出してくださいよ、バカバカ。愚痴を言ってる暇はない。また誰か来る。一旦逃げるぞ。島風は早いぞ。いや、それにしてもすっかりお困りのようにゃ。困ってますよ、さっきからもうとっても。それじゃ島風と駿河に耳寄りな情報をあげるにゃ。新兵のお二人じゃ自分たち以外のメンバーに声をかけるのも億劫だと思うにゃ。特に今の状況だと。よくお分かりで。それで、そんな時に戦闘でボーナスとしてプレゼントしている A ポイント、これをドックにいる時に使えば
他のみんなを自由に艦隊へ引き入れることができるにゃ。すごい、やった。これでようやく島風以外とも組めるんですね。言い方がひどすぎるぞ、駿河殿。いいもん、島風も他の誰かと組むもん。って、あれ、うまくいきませんよ。注意点は2つ。1つ目、支援専任のメンバーもいるにゃ。みんな他の区域の演習にも参加していて忙しいからにゃ。戦闘メンバーを増やしたい場合はよく表示を見るにゃ。私や赤木、長門様もポイント次第ではお前の指揮下に入ってやるぞ。せいぜい光栄に思えよ。2つ目、勧誘に必要な A ポイントはメンバーによって異なるにゃ。あと艦隊に招いても相手の都合によっては一緒に戦えないこともあるから、それは分かってほしいにゃ。なるほど。何はともあれ A ポイントを貯めないとね。せめて誰を誘うかは一緒に決めましょうね。どうするんですか？どうするんですか？一番か、白露だよ。帰る方法がわからないからここにいるしかないの。これからよろしくね。工作艦赤しにゃ、修理はお任せにゃ。でも怪我には気をつけてほしいにゃ。私のお願い聞いてほしいにゃ。毎度ありにゃ。装備品でもいかが。山城さんだ。キューブ集めは順調ですか？こら島風、今は演習中だぞ。相手は敵。ふっふっふ。そうさ、駿河ちゃんの言う通りだ。今の私はキューブ集めに奔走する冷酷なキューブハンター、その名もハンター山城ちゃんなんだよ。ひねりが何もない。さあさ、島風ちゃん、おとなしく持ってるキューブを差し出しなさい。残念でしたね、山城さん。私はさっき雪風さんに攻撃された時、キューブなんてもう全部落としちゃいましたよ。ゆえにゼロ、奪われようも。島風、お前。ひひ、駿河殿お許しを。ってさっきは拾わなくてもいいとまで言ってたじゃないですか。状況が変わった。このまま最下位独走なんてことになったらどうなると思うんだ。あれ、それってかなり悪目立ちしそうですね。私たち、もう二人とも山城を無視して盛り上がらないでよ。仕方ないな。こうなったら少しだけ私たちのキューブを分けてあげるよ。待った、山城、勝手に話を進めないように。
キューブ数にあまり余裕がないのに、そんなことをしては今度は私たちがビリになってしまいますわ。あ、うん、それは困る。やっぱりなし。手のひら返し。かくなる上は正々堂々と勝負ですよ。どうするんですか？あれ？なんでここにいるの？わかったよ。いいと思うにゃ。早く終わりますように。待つのって苦手なんだよね。行ってまいります。行きまいよ。勝利の女神はどちらに微笑むかにゃ。頑張って。くらえ。これですか？どうかしら。これ。やっぱり山城は。ほらいん。よかった。敵かにゃ。そんなに私も頑張るにゃ。壊れたら修理してあげるにゃ。もう手加減しないわ。どうかしら。充填完了よ。壊れたら修理してあげるにゃ。また来たにゃ。全艦戦闘配置に。壊れたら修理してあげるにゃ。違う違う。どうかしら。狙いは完璧ですわ。後悔しろ。攻撃今すぐ。まだまだ来るにゃ。まだですわ。壊れたら守備をおろそかにしないで。油断でしたわね。あれ、思いのほかうまく。明石、腕が上がったみたいにゃ。負けた。よし、お二人のキューブ総取り。おっと、山城&混合ペア、偽装のダメージ超過によりしばらくお休みだにゃ。二人とも動きが精細を書いていたな。やはり一つ前の戦いのダメージが響いたか。一体誰と戦われたんですか？綾波のやつですわ。やる気に満ちていて逃げ切るので精一杯でしたわ。うわ、出会いたくない。さてと、次はどうしましょうか。駿河殿、ひとまずこれで再会は脱出ですよ。なるべく慎重に行こう。それから山城さん、金剛さん、足止め時間延長しますね。え、駿河？駿河の量産型艦隊、お二人を取り囲む配置で待機お願いします。はいにゃ。妖精ジリ、駿河艦隊抜秒。ひー、駿河ちゃんの鬼。駿河殿、ちょっとやりすぎな気もしますが、もし本当に無理になったらすぐリタイアを。お気遣いどうもですわ。何かな、これも回収しておきましょう。うわ、これは値打ち物な気がします。どんどん行きますよ。島風は早いぞ。
今私が1位ですってね。こういうレギュレーションなら私特に強いわよ。さすが。と尊敬ばかりもしていられないので勝負を挑みますよ。この場所で勝負するのは私にとって不利かも。見送らせてもらうわね。逃げたのか逃がしてもらったのかどちらかさえわからないのが恐ろしい。どんどん行きますよ。私のお願い聞いてほしいにゃ。毎度ありにゃ。また来てしまいましたか。ご利用ありがとうございますと言っておきます。不要なものがありま、ご利用ありがとうございます。不要なものがありまし、ご利用ありがとうございます。不要なものがありましたら、またお持ちください。勝手に商品に触っちゃダメにゃ。装備品でもいかが。すごい気迫ですね。戦う前から震えてきました。ほう、キューブあさりに精を出したかったが、そうもいかなくなったようだな。あの、やはり帰ります。高尾さん、修行の成果見ていただけないでしょうか。いい心意気だ。撃ってこい。ほら、スルガも遠慮するな。参ります。早く終わりますように。待ってる間に一曲いかが。いざ尋常に勝負ですね。それでは演習開始にゃ。攻撃。これくらえ。どうかしら。壊れたら修理してあげるにゃ。違う。まだまだ来るにゃ。これまだまだ来るにゃ。どうかしら。くらえ。あだ。これ奥の手いける。守備をおろそかにしないで。どうかしら。これどうかしら。まだいたみたい。失望させぬぞ。全力で修理してぶっ飛ばしてやるわ。壊れたら修理してあげるにゃ。くらえ。これくらえ。まだまだ。これよし。どうかしら。これ片付いた。後悔しろ。今すぐ守備をおろそかにしないで。来た来た。どうかしら。まだまだ来るにゃ。くらえ。これまあいいですよね。これで修理がさらに上手になったにゃ。
見事だな。拙者の負けだ。どうした、浮かない顔だな。こちらは人数で勝っていますし、おまけにキューブを落とさないようにとそちらに主眼を置かれているようでしたので。いや、実際がどうであろうと負けは負け。強くなったな、島風。駿河もだぞ。ありがとうございます。まだまだ演習終了まで時間はあるからな。また後で相まみえよう。島風は早いぞ。明石のお願い聞いてほしいにゃ。完成にゃ。いらっしゃいませ。負けたからって怒らないでくださいね。お、あそこにいるのは島風と駿河です。今アタゴさんに引き離されてるから手が離せないです。この子たちと遊んでいてほしいです。明石、綾波艦隊、お願いするです。はいにゃ。妖精ジュリ、綾波艦隊、バツ秒。うわ、量産型なのに強そう。早く終わりますように。あとちょっと。島風、あなたに捕らえきれますか。両チームとも健闘を祈るにゃ。攻撃、うわ、違う違う。これ、いざ。ちょっと、すごい準備できた。壊れたら修理してあげるにゃ。くらえ、これで。いいじゃない。まだまだするにゃ。くらえ、これどうかしら。奥の手、いける。壊れたら修理してあげるにゃ。ふふふ。また来たにゃ。壊れたら修理してあげるにゃ。違う違う。守備をおろそかにしないで。私を止められない。いざ。壊れたら修理してあげるにゃ。これ、くらえ。まだまだ来るにゃ。どうかしら。敵は整った。もう手加減しないわ。味方じゃない。これ、敵が来たよ。あれ、思いのほかうまく。前より強くなったかも。勝てましたけど、もう綾波さんは移動されたようですね。よかったということにしましょう。ひとまずは。
手に商品に触っちゃダメにゃ。たくさん仕入れたのでいっぱい買ってください。新しい商品を入荷したにゃ。完成にゃ。毎度ありにゃ。島風は早いぞ。どんどん行きますよ。ルールルどんどん行きます。負けたからって怒らないでくださいね。雪風さん、とうとう追いつきましたよ。この雪風さんも追い詰めた気になっているのだな。まずは褒めてやるのだ。そしてキューブを恵んでほしいのだ。いや、めちゃくちゃ追い詰められてるじゃないですか。一体どうされたのですか。アタゴが容赦なくみんなからキューブを巻き上げていくのだ。雪風さんもうっかりキューブを取られてしまったのだ。光物とか好きそうだしな、あの方。ではどうします。一緒にアタゴさんを攻略しますか。嬉しい申し出なのだが、雪風様は後輩の力なんか借りんぞ。お前たち見れば結構キューブを集めてきたのだな。雪風様の勝利に貢献してもらうのだぞ。明石、もう雪風艦隊は使えるのか。前回の使用から時間が十分に経ってるから問題ないにゃ。支援を呼び出すのかにゃ。明石さん、島風の量産型艦隊出動要請します。あ、いいにゃ。そっちも受理してやるにゃ。なんだと。ほう、温存していた量産艦隊で総裁するか。これで艦船同士の戦いに持ち込んだな。これでよかったですか、駿河殿。うん、まあいいんじゃない。こしゃくなやつらめ。いいだろう。ならば雪風様の真の実力を思い知らせてやるのだ。早く終わりますように。ふんふんふん、雪風様は持ってきたぞ。いざ尋常に勝負ですね。雪風様の幸運の前にひざまずくのだ。勝利の栄光はどちらがつかむかに雪風様が味方なのだ。どうしよう、これそんなバカな。どうかしら、命中。どうかしら、くらえ。どうかしら、ありえないのだ。これ嫌なのだ。どうかしら、壊れたことなんだ。してあげるにゃ。ありえないのだ。後悔しろ、今すぐ。どうかしら、ゆきゃ、くらえ。痛いのだ。これやるにゃ。今回は見逃してやるのだ。まあいいですよね、これで。ネプコさんはレベルが上がった。雪風さん、キューブを返してもらいましょうかね。いひひひ、やだやだ、順位下がるのは嫌なのだぞ。うん、誰だ。雪風、助立ちに来たです。さあ、綾波と組んでください。お、いいところに来てくれたのだ。もちろん OK するぞ。おっと、ここで綾波と雪風がタッグを組むとは、アタゴを超えて合計の所持キューブ数がトップになるにゃ。そんな。トップは雪風&綾波の125個、2位にアタゴ114個、島風&駿河はというと現在4位にゃ。あ、順位的にはちょうどいいな、4位。あらあら、
これはお姉さんも本気を出さないといけないようね。初日の演習時間残りあとわずか。ここから1分1秒が貴重になるにゃ。セルガ殿、これくらいの順位でとか思ってるとすぐに抜かされますよ。一旦引きましょう。なに、すごいものを見つけたような。どんどん行きますよ。島風は早いぞ。勝手に商品に触っちゃダメにゃ。私の小娘の品揃えには負けませんよ。設定は大事ですからね。必勝。はあ、なんとか皆さんから逃げられましたかね。島風、そういうセリフってフラグ。見くびらないでほしいです、島風。いやー、はっはっは、今のフラグの立てっぷり、昇格に弟子入りできるくらいなのだぞ。お二方とも少し息が上がっているようですけど、さすがにアタゴさん相手では無傷とはいかなかったようですね。ふん、無駄口を叩いている暇はないのだぞ。もう綾波の艦隊は展開済みです。包囲完了、覚悟するです。総裁する暇さえもないのか。早く終わりますように。しばし待つがいい。準備をしているからな。いざ尋常に勝負ですね。両チームとも健闘を祈るにゃ。いいじゃない。くらえ、どうかしら。これ片付いた。くらえ、これどうかしら。よし、壊れたら修理してあげるにゃ。もう手加減しないわ。くらえ、また来たにゃ。命が惜しくなければかかってこいなのだ。頑張っ守備をおろそかにしないで。逃さないで。どうかしら。くらえ。そんな、そっちなのだ。逃がさないで。壊れたら修理してあげるにゃ。よし、そんな人にドーン。これで。いいじゃない。くらえ。大丈夫です。そっちなのだ。どうかしら。くらえ。これした。やったのです。すごいにゃ。もう手加減しないわ。なるのだ。守備をおろそかにしないで。来た来た来た。どーん。くらえ。適当にこれ。次は真の力を見せるのだ。まあいいですよね、これで。島風、喜びの舞を後で踊りましょう。
綾波と雪風、ここで無念の偽装オーバーヒート。強制休憩タイムの贈呈にゃ。わあ、勝ちました。まさかここまで余力を残していたなんて。島風たちを甘く見ていたのは綾波の方だったです。今回は素直に負けを認めるです。私が足を引っ張ってしまったんだな。綾波が弱いんじゃないのだぞ。ふん、まぐれ勝ちってことにしておきますよ。勝つと一気に強気になるな、駿河殿。そして申し訳ないですが、綾波たちはアタゴさんにキューブを結構奪われたので、あまり足しにはならないです。いえ、綾波さんと雪風さんからいただいたキューブ、何やら勇気が湧いてきますよ。島風アンダスルが一気に2位へランクアップ。1位にはアタゴが返り咲いているにゃ。このままアタゴが逃げ切るのか、それとももう目立つも目立たないもないでしょ。ここまで来たんだ、せっかくだから1位を狙いませんか、駿河殿。覚悟を決めるわ。いいよ。まあ何かには使えるでしょう。何、これも回収しておきましょう。もこれも回収しておきましょう。ルールルはあ、やっと駿河艦隊を打ち払いましたよ。努力賞くらいはいただきたいものですわ。でもこのままでは終わりませんわよ。この場に私しかいない、これがヒントですわ。お、キューブ発見。なあ、明石、さっきは3位以下を発表しなかったな。何か理由でもあるのか。なんでもないにゃ。そうか、期待しておこう。どんどん行きますよ。ルールルゆっくり見ていってほしいにゃ。完成にゃ。毎度ありにゃ。完成に、毎度あり、完成にゃ。毎度ありにゃ。たくさん仕入れたのでいっぱい買ってください。どうするんですか。持ち物を調べるんですか。この132個、それを追う島風&駿河は97個にゃ。拾える量だけじゃ追いつけそうにありません。一か八か、アタゴさんに戦いを挑みましょうぞ。
どうもこんにちは。恐れ多くも若輩者が勝負を挑みに参りました。あら、いい心意気だけど準備は万端なのかしら。 A ポイントで艦隊の仲間は増やせてる？そうでない場合は待ってあげてもいいけど。アタゴさん、随分と余裕があるようですけど。それはそうよ、だって罠を仕掛ける側なんですもの。あ、なんだか嫌な予感。セルカ殿、とりあえず量産型艦隊を準備します。その必要はないぞ。なぜなら拙者が先ほど撃破してきたからな。うわ、タカオさん、いつの間に、そしてどこから。これまで3位に甘んじていたタカオ、至福の時は終了し、ここに来てとうとうアタゴと合流にゃ。アタゴ、キューブを預けるぞ。まさかこれを落とすわけにもいかぬからな。いいわよ、タカオちゃんは全力で戦ってくれて。私はキューブ回収係ね。攻めは拙者が担当しよう。島風、駿河、改めて手ほどきしてやる。アタゴさんとタカオさんのペア、勝ち目はあるのか。これで終わりじゃないわよ。満を持して私登場。ダークホース、コツコツとキューブを集め続けた4位の山城が颯爽と現れたにゃ。山城さん、足止めを抜けられたのか。金剛ちゃんが私を行かせてくれたんだ。あの尊い犠牲を私は忘れない。鶴ヶちゃん、島風ちゃんにリベンジマッチを申し込むよ。金剛はダメージ型でお休み中、誤解を生みかねない発言は控えるようにニャ。山城さん、聞くまでもなくそちら側につくんですね。セルガ殿、これ逃がしてくれなそうですよ。もうなるようになれだ、行くぞ。いらっしゃい。どうするんですか。早く終わりますように。なるほど、ローディング中なのね。いざ尋常に勝負ですね。修行の成果見せてくれよ。両チームとも健闘を祈るにゃ。全力で行く。外しはない。食らうがいい。やるわね。どうですか。どうかしら。直進させる。これ食らうがいい。お疲れ様。やってー。外しはない。うどん、これ。当たったの。どうかしら。外しはせん。これ全力です。くらえ、成功です。だるい。くらえ、どうですか。これ壊れたままに倒す。守備をおろそかにしないで。当然だ。これまあいいですよね、これで。ネプコさんはレベルが上がった。おっと、これはまさかの番狂わせにゃ。勝負に勝ったのは島風&駿河の艦隊にゃ。そしてここで初日の演習時間終了。やったー。あら、爪が甘かったみたいね。迂闊だったわ。悔しさより後輩の成長に嬉しさが湧くな。時の人たち、さすがだな。やればなんとかなるな。あ、駿河殿、見てください。一
ときわ綺麗な虹色のキューブが浮かんでいますよ。アタゴさん、これいただいていいですか？虹色？変ね、そうは見えないけど。まあいいわ、私のものじゃないし、もちろん島風ちゃんにあげるわ。わーい、駿河殿、今日の勝利の記念にどうです？これいいんじゃない、持っていきなさいよ。一個くらいならくすねても大丈夫でしょう。でも惜しかったにゃ、所持キューブ数は97個から62個まで減少、落としすぎちゃったにゃ。新兵にはキューブ保持は難しすぎたかにゃ。ああ、そんなこと考えながら戦う余裕はなかったですね。対してアタゴ、タカオ、ヤマシロの艦隊は戦闘中もキューブを集めて150個。おめでとうにゃ。解説の加賀先生、 MVP についてはいかがかにゃ。各員よく頑張っていたので功を続けがたいが、ここぞのタイミングで攻め、堅実にキューブを保持して、仲間との連携も巧みだった。アタゴだな。うわー、やったー。タカオちゃん褒めてね。こんな時だけ甘えてくるなよ、まったく。よく頑張ったな。この二人仲がいいのですね。アタゴさん、おめでとう。勝負に勝って演習で負けたか。ブツブツ。でもいいや、2位ならブツブツ。さすがアタゴさん、まだまだ見習うべき点は多いのです。ごめんなさい雪風、最初からあなたと組んでいれば。綾波よ、皆まで言うな。今度からは黙ってそうするのだ。次は必ず勝たせてやるから頑張るのだぞ。これ敗者復活戦とかあったかしら。島風、次回以降も頑張りますよ。虹色のキューブがお守り代わりです。やれやれ、まだ続くのよね。明日の合同大演習もお楽しみに。にゃ。あらら、あのキューブまで取られちゃったか。あいつただものじゃなかったのか。ねえ、どうするんだよ観測者様。そうね、今度は私が直接行こうかしら。それはそれは、お手並み拝見するわ。どうぞ行ってらっしゃいませ。明日の合同大演習もお楽しみに。にゃ。うん、やはりすごいな獣王の戦士たちは。ユニオンも個性では引けを取らないが、こうもうまく連携はできないかもしれないぞ。特にこの島風という娘のことは気にかかるな。大きな素質を感じるよ。他にアタゴの作戦のうまさも評価したい。アタゴの作戦はすごかったけど、MVP は綾波でもいいような気がしたけどね。いろんな作戦が拝めて参考になるな。合同大演習気に入ってくれたか。もちろん。そうだ、ユニオンの出番は明後日でしたか。ぜひ私たちの活躍も見てくれ。うむ、期待しておる。こちらにおられましたか、長門様。ずいぶん探しましたよ。赤城。長門様にこそ演習内容をしっかりその目に焼き付けていただく必要がございますのに。ずっとユニオンの皆様のところにお邪魔されていたのですね。大丈夫、長門もここで私たちと演習の中継を見ていましたから。おまけに私のゲーム攻略にも付き合ってくれたの、ありがたや。おかげさまで私たちも大助かりでしたよね、ラフィー。うん、
もう満体。インディーちゃんの魅力がわかる人に悪い人なんていませんよ。まあユニオンの皆様にこうも気を使っていただき、かえって恐縮ですわ。さあナガト様、ご好意に甘え続けるのもここまでです。獣王領にお戻りくださいませ。うむ、そうだな、みんな邪魔をした。赤城、少し私と話さないか。いいわ、断る理由なんてないし。エンタープライズどうしたんだろう。わからないのかね、諸君。あれは駆け落ちだよ。ないない。ねえねえ、そんなことよりインディーちゃんの演習準備の録画を見てみない？ポートランドは相変わらずね。ナガト様に対して厳しいんじゃないか。彼女だってまだ遊びたい年頃だろう。説教なら勘弁してほしいのだけどね。獣王のことはあなただろうとさすがに口を出してほしくないわ。あの子にはね、早く独り立ちしてほしいの。それだけよ。せいてはことを子孫じるというのは獣王のことわざではなかったか。あなたのそういうところが嫌いよ。すまないな、どうしても気になったんだ。ナガト様、話にでもあげていた？赤城がおっかなくて嫌だって。むしろその逆だな。お前のことを褒めていたよ。とてもいやいや言っているようには聞こえなかったぞ。では多めに見よと。そういうことを言いたいんじゃないさ。まあ伝えたかったことはもう言った。この話題はここまでだな。そう、どうも。それじゃあもう遅いし戻りましょうか。そうだ、実はもう一つ聞きたいことがあってな。いいわ、歩きながら聞きましょう。合同大演習は素晴らしい試みだと思う。しかしどうして急に開催したんだ。それは姉様、初日の演習だけでも300個以上のキューブを回収できましたぞ。一度でも手にしたキューブはタグもつけてあるし。カンガ、部外者が聞いてはいけない話だったかな。いいえ、今ので推理でもしてちょうだい。赤城すまない、仕事に戻る。さっきの話の続きじゃないが、まあその加賀のこともそう怒らないでやってくれ。別に年中怒ったりはしてないわよ。偏見でも持ってるのかしら。誤解して悪かったな。今度こそ話は終わりだ。まったく。どうしたんだ赤城、急に立ち止まって。これは大丈夫？見えない壁があるな。赤城、獣王の旅館は忍者によるセキュリティが施されているのか。本気で質問しているんでしょうけど、ノーと答えておくわ。これ、この壁のノイズ反応は。忍者ならよかったが、セイレーン製の障壁かな。この見えない壁の奥にいるわ。島風くんじゃないか。歩いている様子が普通には見えなかったな。赤城、この先には何があるんだ。ただの倉庫だけど何かが起きてる。すぐ駆けつけないと。迂回して向こう側へは行けないのか。行けるならここまで焦ってないわ。いえ、今建物内の何箇所に障壁があるかも調べないと。皆を起こしに行かないと。待て赤城。何よ、今急いでいるの。千言目、獣王に手を出すのは
私に手を出したということよ。赤木、待てと言ってるだろう。じゃあどうすればいいというの？やっと私の方を見てくれたな。いいか、相手の目的も規模も今は何一つわからないんだ。この旅館には一般人すら宿泊している。闇雲に皆を起こしても混乱が大きくなるぞ。私が今どんな気持ちかわからない。現に島風、あの子に危険が迫っているわ。焦っているのはわかるが、今は合同大演習の開催中だ。セイレーンの手のひらの上と誤解されたらどうする？セイレーンが現れたと知っても動じない。冷静に行動できるメンバーだけを集めてくれ。それがこの異常事態に対してベストな選択だ。そうね、あなたの言う通りかもね。ありがとう。まずはトップが冷静に動くべきだ。引き止めて悪かった、急ごう。ええ。What's up, Human Tribe? What's up, world? I am Bianca, and thank you so much for watching this video. If you enjoyed the content of this video, don't forget to hit that thumbs up button to let me know. And also, if you haven't subscribed yet, and you want to be a part of the Dreamer Tribe, just hit on that subscribe button. We also have tons of different content here on my channel, so be sure to check those out. Until the next video, dream on, fly on.